就航したのはマレーシアを拠点にする航空会社バティックエアマレーシアの定期便で、クアラルンプールと那覇を台北経由で週4日、1日1往復します。昨日那覇空港に到着した初めての便には満席に近い168人が搭乗し、到着ロビーで一人一人に記念品が手渡されました。歓迎式典ではバティックエアマレーシア台湾支店のリー・ボーハンセールスエグゼクティブが、日本は台湾とマレーシアの人々に最も人気のある旅行先、文化やホスピタリティを堪能してもらうことが待ち遠しいと期待を寄せました。インバウンドを開けて、まだ完全ではないんですけども、次につながる一方だとは思っております。こちらとしてまた誘客に取り組んでいきたいというふうに思っています。定期便の就航は新型コロナの流行前以来およそ3年半ぶりです。